どうも、なおじんです。さあ、今日もファイアーエンブレム無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最難関クエスト、そこのルナティック、挑戦していきたいと思います。挑戦するキャラクターは、これ、ソティスですね。力がもうちょっとでマックスになりそうです。魔力はマックスですね。ソティスはスキルが素晴らしくって、両刀使い。物理攻撃は魔力に応じて、魔法攻撃は力に応じてダメージが増加する。そして、これ、魔法武器の達人、すべての攻撃を魔力で計算する。ですね。はい。どうでしょうか？行ってみます。それでは、行きますね。実際マックスにして使ってはないです。どれぐらい強くなったんだい？あ、まあ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 強いんじゃない？おうおうおうおお、やっぱさすがだわ。魔法攻撃がやっぱ半端じゃなく強い。これ900ヒットにして、魔法陣を3つ出してからいきましょうか。おいおい、強いな。思った以上に強いぞ。いいね。よし、このままやっていきましょうよ。いや、まさか魔法があんなにダメージ出るとは思わんかったね。しゃ、いいね、ダメージ出る。すっごい強い。主人公より強いね。いやー、やっぱね、このね、魔法陣の力ってね、相当よ。うん、でさらにスキルで、力の数値でのダメージアップもついてるんで、これはなかなか素晴らしい。あー、当たってない。いいね。このままローレンツを倒してしまいましょう。さすがに苦手属性はきつい。いや、でもそれでも相当ダメージ与えるよ。間違いないわ。やっぱりね、ソティス最強キャラだわ。あったもんね。くらい。いいね、本当に。じゃあ、終わり。強い。間違いなく強い。ここまでか、本当に。ここまで強いか。驚くほどの強さ。ああ、いや、レアもね、すごい使いやすいキャラクターなんですけど、ソティスがやっぱ抜群に強いね。やっぱこの魔法陣のダメージっていうのが相当でかい。よし、いいよ、おいで。カスパルを倒しおきましょうか。そうすると後ろから来るもんね。いいね。ちょ、待って、痛い痛い痛いよ。全然見えない、敵が。ちょっとね、予備動作とかが全然見えないな。いいね。強い。嘘、2体同時撃破した。強すぎる。ちょっと待って、見えない、全然見えない。どこにいるかが分かんない。破天、おい、破天も結構効くね。いいぞ。おい、ちょっと待って、危ない危ない。魔法もどんどん使っていこう。いいね、素晴らしいダメージ。終わった？早っ。早い。相当な速さ。よしよし。では第2陣が終わりましたので、第3部隊がもう来ますね。うん、来るときにはちょっと魔法陣3つ、まあまあ2つぐらいは
出しておきたいな。すぐすぐもうエピタフのこのヒット数にすると全然出る。ああ集中力が欲しいね。集中力でヒット数の切れる時間がすごく長くなるので、あれは欲しいな。終わった。すっごい。よっしゃ。メルセデスも即倒す。じゃあ、よっしゃ。すごい火力だ。いけ。よし、そのまんま。この前のやつら突っ込みます。4体まとめていってもこれ良さそうな感じだね。うん、引いていっても全然大丈夫よような気がしますけども。いいね、終わったんじゃない。すごい、半端じゃない、火力半端じゃない。よし、いいぞいいぞいいぞ。あのジャストを回避すると5秒間ぐらい無敵になるのかな。もうちょっとか、かなり無敵になるからこれ使いやすいんだよね。危ない、食らうわけにはいかないよ。あてる、引くねー。鬼のような、鬼のようなダメージ。 OK、終わった終わった。すごっ。ちょっと待って、ね、一応真ん中で倒そうか。うん、ちょっと魔法陣は切れちゃうんだけども、まあ途中から出てくるかな、多分途中から出てきてくれれば十分でしょう。これあれだね、スキルをもうちょっと覚えさせていって破天荒とかつけばすごいんじゃない。あの HP 減っていく破天荒、あれよりもダメージが出てるっていうことがマジですごい。はい、おいで。 HP も全然減らないもんね。異常だよこの強さは。よし、じゃあサクッと残り3体倒しちゃいましょう。無双もね完璧に残ってるんでいいですね。一応全員来てからスタートします。危ない、ディミトリから行ったがいいよね。いいか、危ない。最強魔法どんぐらい減った、どんぐらい減ったかが全然わかんない。いいね、減ってる。すっごい減ってる。破天、いいねいいね。最強魔法を入れて無双を入れていく。 OK、 でこれぐらいやっとけばいいでしょう。魔法陣もだいぶ出てきたよ。どっちか倒した。あ、いった。ちょっと待って、一度回復したい。ちょっとディミトリも倒せるそうじゃない。いや、これ倒せるわ。いける。ちょっと待って、マジで。じゃあ終わらせるよ。もう最強魔法、はい、終わった。ソティスむちゃくちゃ強い、めちゃめちゃ早い。7分59秒。これ10分切るのってなかなかきつかったんだけども、全然だよね、8分切っちゃった。いやー強かったですね。はい、ということで今日はソティス120になったので使ってみました。まあ、まだまだね、育てるところはいっぱいあるんだけども、それでもこの強さです。
ソティスはおそらく今作最強かもしれませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。